はい、皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年3月19日火曜日に収録しております。今日は昨夜最終話の放送がありました。この1月期、1月クールのフジテレビの月9のドラマとして放送されてきました。君が心をくれたからについてお話をさせていただきたいと思います。まず結論から言いますと、今まで私が見てきた数多くのテレビドラマの中で、この君が心をくれたから、最高傑作だと私は今感じてます。今までも本当に大きな感動をいただける、作品たくさんドライブドラマ見てきましたけども、その中でもこの君が心をくれたから私の中ではもう最高傑作ナンバーワンのテレビドラマになりました。じゃあほっこりカフェチャンネル見てくださってる皆さん、じゃあいつも堀さんすぐに素晴らしいドラマですって言って進めてくださるのに、どうして最終話が終わるまで、この君が心をくれたからについてお話しされなかったんですかと思われてる方もおられると思います。その月曜日の9時が君が心をくれたから、そして1時間後10時からは木梨憲武さん、奈緒さんの春になったら、いよいよ来週が最終話になりましたが、この春になったらもう素晴らしくて、春になったらに関しては今までももう何回もこの動画でこのドラマから感じたなんか感動、そしてまたこのドラマから学ばせていただくこのかけがえのない命への感謝みたいなことをお話しさせていただいてるんですけども、この君が心をくれたからに関しては今まで一度も取り上げずに来ました。で、今年の1月、たくさんのドラマが始まる中で、月9、月10って言われてるこの時間枠で、この月9が君が心をくれたから、月10が春になったら、どちらもこの命を、そして心を、なんかこう正面から捉えてるテーマとして、こう捉えてるドラマのように、なんか前情報で分かったので、どちらもすごく楽しみでしたし、どちらもこのほっこりカフェチャンネルでも、その経過をお話しさせていただこうと思ってたんですけども、第1話第2話あたりで、その段階ではあまりにも辛い設定の中で、実は私一度心の中では脱落しかけたんですけども、それでも何が引き止めたかというと、やっぱり永野芽郁さんの演技の素晴らしさから、本当やったらこれ永野芽郁さんが主役やなかったら、この設定の厳しさ、設定の辛さに、なんで毎週こんななんかしんどい思いを見てる側はせなあかんのって、きっとそうなるやろうなと思ったので、もうそんなしんどい思いを毎週したくないからっていう思いで一回脱落しかけたんですけど、かろうじてその主演の永野芽郁さん、そしてまた山田裕貴さん、この二人の素晴らしさになんとかつなぎ止められて見ていくうちに、これはもしかしたら、もしかすると、とてつもない作品になるなと思って、で、また途中からこのドラマをなんかどう話していいかわからず、そして最後、昨夜最終話がありましたけども、しっかりと私の中では納得ができる、終わり方をしていただきました。いろんなご意見があると思うんですけど、私の中ではすごくいい終わり方をしていただいたと思います。で、この終わり方もしっかりと、私の中でなんかこう納得できる、なんか受け入れられる終わり方をしていただかへんかったら、なんか途中途中の細々のしたなんかこう感動ポイントを話してもあんまり意味がないかなと思って、途中からまたこのドラマに引き込まれていったんですけども、途中からこのドラマを部分的にお伝えするよりは最後までしっかり見させていただいて、その上で、あ、これはもう自分の中でも素晴らしい作品、素晴らしいドラマっていう風にもう確信できたら、その時に皆さんにお伝えさせていただこうと思ってたので、昨夜の最終話が終わるまでぐっと我慢しておりました。で、昨夜の最終話をもちろん見させていただいたんですけども、
まあ、あまりに、泣きすぎてしまいまして、まあ、基本的に私、泣き虫なので、もう、普通の人よりも、ちょっと、まあ、涙腺が緩く、まあ、もともと若い時から、まあ、涙腺は緩かったんですけども、まあ、この近年、シニアになってきて、さらにちょっとこの、涙腺が壊れてきたのか、もう、なんかちょっと、泣き出すとちょっと止まらないようになってしまうような形で、昨夜も、まあ、泣きました。そしてまあこのままなんかその思いのままにお話しさせていただこうと思ったんですけども、まあ目は腫れてるし、なんか気持ち的にもなんかもうまだちょっとこの収まらないこんななんかこう感動が溢れるような感じなんで、うまく話せへんかったら、ちょっとせっかくこんだけ感動したドラマなので、ちょっと一日一晩置いて、そしてまた論点を整理させていただいて、そしてまたこのドラマをいろんな形で、まあドラマの内容、まあ謎解きということはないと思うんですけど、いろんなことをまあいろんなチャンネルでお話もされておられると思うんですけども、まあほっこりカフェチャンネル、またシニアチャンネルであります、まあこのほっこりカフェで私ならではのまあ論点で、私ならではのまあ切り口でお話しさせていただく、そこを整理させていただいてからお話しさせていただこうと思って一晩置かせていただきまして、翌日本日3月19日にお話しさせていただいております。で、フジテレビが運営してます FOD、フジテレビオンデマンド FOD っていう、まあ動画や電子書籍をまあ配信するまあこのサービスがあるんですけども、そちらの方でこの君が心をくれたから、まあフジテレビの月9なので全話見ることができます。で、私はこの FOD には入ってなかったんですけども、昨夜のまあ最終話の前にもう一度全話を見返したいなと思って、この君が心をくれたからを見るために FOD に、加入しました。で、おそらくほっこりカフェチャンネルご視聴くださっている方、ほとんどの方はこの FOD に入っておられないのではないかなと思うんですけども、まあ、あえてこの君が心をくれたから、この全11話を見るためだけにでも、1ヶ月 FOD に入っていただいても、もう絶対絶対に損はしないと思います。確か1ヶ月が970いくら、1000円弱で、まあ1ヶ月、この加入できる、この FOD なんですけども、まあ1ヶ月で、これを見ていただいて、またすぐに退会することも可能やと思いますので、この君が心をくれたから全11話を見るためだけにでも、このほっこりカフェチャンネル、なんか私のお話を聞いて、堀内さんがそこまで言わはるんやったら、見たいわと思ってくださる方は、FOD に加入していただいて、ぜひ見ていただいて、もう他に見るものが、興味の、あるものがなかったら、またそれで退会されても、映画を一本見るよりも安く、この全11話を見ることができます。で、先日も、トリリオンゲームが、まあ、DVD、ブルーレイが発売、来年またその映画化ということで、全話を見返させていただいたんですけども、トリリオンゲームはまたもう一つ私が入ってる U-NEXT で見返させていただいたんですけども、まあ本当に便利なのは当然のことながらコマーシャルがありませんし、1時間のドラマでしたら大体45分ぐらい、そしてまた1話が終わったらもう自動的に3秒、4秒すると、そのまた2話が流れてくれるので、今回のこの君が心くれたからも1話から9話10話ぐらいまで一気に見たんですけども、もう本当に全部でおそらく8時間を超えてくると思うんですが、2時間3時間の大作映画を超えて、本当にもう8時間を超えるような、まあ、素晴らしい映像ドラマを続けてなんか見させていただく、なんかこう感動みたいなものは改めて今感じています。こういう形でこの動画配信サービスが始まったので、まあ、1枚ずつ例えば DVD 今まででしたら DVD ボックスを買って、1枚ずつこの1話を見たら2話、2話を見たら3話と DVD を入れ替えてしなきゃいけなかったんですけど、この動画配信サービスやと、もう今言いましたように、もう順番にもう触らなくても次のとこへ行けるので、本当にこの続きのドラマを見させていただいているような感じで、このドラマを見させていただきますので、なんかまあ毎週楽しみに1話ずつ見させてもいただくん
んですけど、この全話が放送された後に一気に見るっていう、まあ素晴らしい作品やったら、なおのことをその一気にその時間がある時に見るっていう喜びをなんか最近はちょっとこの、知ったので、まあその分時間が必要なんですけども、大きなまたそれだけの感動をなんかもらえるなっていうのも感じさせていただきました。で、まあ、ここから、なぜ私が、まあ、そこまで皆さんにお勧めしたいぐらい、なんかこのドラマに、なんかこう、感動したかっていうポイントをお話しさせていただきたいと思うんですけども、大まかな成り立ちみたいなところはお話しさせていただきますので、最後の決定的なところなどは、これからまた私のおすすめに、なんかこう、従っていただいて、素直に従っていただいて、FOD に加入して、この君が心をくれたからを見られる方もおられると思いますので、その最後のところのなんか楽しみは絶対私もお話ししないようにと思ってるんですけども、もうこの段階でもう何も聞かずに、それやったらもう一回1話から見たいなと思われる方は、一旦ここでもう動画を止めていただいて、もう FOD に入って1話から見ていただいて、見ていただいて、いただいた後にこの動画を見ていただいてもいいかなと思うんですけども、決定的なとこは言わないようにと思ってるんですけども、まあところどころそのドラマの大切なポイントみたいなところは、だからこんな風に私は感じたんです、こんな風に感動したんです、ここからなんか私自身はなんか人生について考えるときにものすごく大きななんかヒントをいただいたんですっていうお話をさせていただくために、ドラマの内容に触れていきますので、そこはもう皆さんご理解いただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。まずはこのドラマの骨組みみたいなものをこうお話しさせていただきますと、もともとはもう高校生の2級上3年生の浅野太陽くんの役を山田裕貴さん、そして1年生の相原亜美ちゃんの役を長野芽衣ちゃんがされてまして、太陽くんが亜美ちゃんをまあなんか一目惚れするような形で気に入って、なんとか友達になりたい、なんとか仲良くなりたいという形で、まあ自然を装って、まあアプローチするようなところから始まるんですけど、なかなかそのアメちゃんも最初の1話のあたりを見させていただいたら、なんかこうちょっとひでくれてるなというふうに私もこの思ったんですけども、まあ、どうしてもなんかこう素直になれないその性格っていうのは、子供時代に小さい時にお母さんに、まあものすごいやっぱり虐待を受けてたっていうことで、まあ決定的なおそらく自己否定をされてると思うので、そのあたりで自分に自信も持てへんし、また雨っていう名前、太陽くんと雨、太陽と雨っていう、なんか本当になんかこう両極端のようなお名前なんですけど、そんな雨っていう名前も自分でも嫌やし、そんな雨っていう名前も嫌やし、なんかその自分自身のことも自分で好きでない、まあそんな女の子をやったんですけども、その元をたどればやっぱり子供の時にそのお母さんからすごいまあ虐待を受けてたということがあるんですが、やっぱり太陽くんのまさに太陽のようなもう圧倒的な愛、大きな、なんか愛で、なんかこう、ずーっとこう照らし続けられるといううちに、アメちゃんもちょっとずつこの太陽くんに惹かれるようになって、そしてまたこのお互いの、まあ、将来の夢を語るようになって、太陽くんはお父さんの後を継いで、まあ、自分も立派な花火職人になりたい。そしてまあ、アメちゃんはお菓子作りが多分好きで得意やったと思うので、パティシエになりたい。じゃあ二人の夢を叶えて、10年後のまたこの花火大会の時に、僕はものすごい素晴らしい花火をアメちゃんに見せてあげるから、10年後の再会をして、そのまま時が経ちます。で、そのまま時が経つんですけども、それぞれのなんかこう夢はなかなか実は、まあ叶えられなかったような形なんですが、そこで、その大晦日の夜に、またこの再会するんですが、その別れた後に太陽くんが交通事故に遭って、まずもそこで瀕死の重傷を負って、でそこにまたこの事故に遭った後にアメちゃんがその事故現場に行って、おそらく引き逃げのような形、誰か助けてくださいって叫んだ時に二人の人が現れます。黒装束の二人の人が現れて、まあドラマの中では案内人って言われているので、この迎えに来ましたっていう形なので、言い方を変えたら要するに亡くなった
残念なんですけど、交通事故、車にはねられて、若くして、もう今亡くなろうとしている彼を、霊界に迎えに来たような役目の方と捉えてもいいと思います。で、まあ、死神っていうと、なんかものすごく悪いイメージがするんですけど、よくもう亡くなりそうになった時には、死神が迎えに来るっていうような言い方をするんですけど、死神っていうのも神がついてて、一つのそういう役割じゃないかなと思います。貧乏神っていうのも神がついてるから、そういう、まあ、ある種の、なんかこう、霊界の中での役割を持ってる人ではないかなと思うんですけど、まあ、この案内人っていうのが、やっぱりまあ、すごくこのドラマの中でも重要で、久坂さんっていう男性と千秋さんっていう女性、二人が案内人として現れます。久坂さんが斉藤匠さん、そして千秋さんが松本若菜さん。このドラマの中でここまで私がまあ感動した、今回まあ最後でこのキャスティングの素晴らしさもまた触れたいなと思うんですけど、山田裕貴さん、その永野芽郁さんの圧倒的な素晴らしさに加えて、この案内人のお二人、斉藤匠さんと松本若菜さんの演技が本当に素晴らしかったですし、また本当に難しい役割、役柄やったと思います。二人とも霊界からの案内人なので、もうすでに二人は亡くなっている方なんですけども、まあ、地上で亡くなる方をお迎えに来られたり、まあ、天っておっしゃってましたけど、まあ、神様のお手伝いをされているような形の役柄の方が二人現れて、で、そこでもう今、交通事故、車に轢かれて、もう死を目前にしてる太陽君を抱えながら、その二人に対して、まあ二人がなんかそこで現れてくるので、その、アメちゃんが何でもしますので、助けてくださいって言うんですけども、そこで案内人の久坂さんが何でもって言って、久坂さんが持ちかけた奇跡っていうものは、じゃあ、君の心を差し出したら、太陽君を助けますっていう交換条件を出します。そしてこの心を差し出すということを具体的にどういうことかというと、3ヶ月の間にあなたの五感をすべて、まあ、失うようになります。すべて五感をいただくような形になりますっていう、まあ、条件を出します。まあ、五感って言いますと、視覚見ること、そして聞こえる聴覚、そして匂いの嗅覚、味の味覚、そしてこの肌触りの触覚、この五感をすべて差し出すなら、この太陽君を助けますっていう、まあ、交換条件を出して、で、それを、まあ、結果としては、そのアメちゃんは浮き入れて、その太陽君を助けたい気持ちの代わりに、自分の五感を差し出すことを案内人に告げて、まあ、その、まあ、交渉というか、それが成立するんですけども、で、このあたりで、なんちゅう設定やと思って、1話のあたりで、その五感を、じゃあ、こっから、このメイちゃんが、その、目が見えなくなり、耳が聞こえなくなり、匂いがしなくなり、味がしなくなり、そして触覚、誰かに触れられても、触れられてることもわからないような状態に、一つずつなっていかれることを、これから毎週、私たちは、そんな辛いものを見なきゃならないのかと思って、本当正直言って、一話を見たときに、何をこれから見せられるんやと思って、これは私も勘弁させてもらおうと、大概まあドラマ、1話2話のあたりで、さあそのドラマの世界観に、まあ乗っかるか乗っからないか、で、今回もかなりまあ無理がある設定やと思いますし、その無理がある設定に加えて、この本当に辛すぎるような設定、本当に私も好感度を持って素晴らしい女優さんと思ってるメイちゃんがそんな辛い思いをする、また演技が上手やからむちゃむちゃ辛い、なんかこう辛さが伝わってくるのも想像できるし、そこで本当に正直言って最初に言ったように一回まあ脱落しかけたんですけども、またやっぱり同時にその永野芽郁ちゃんのやっぱり演技の素晴らしさから脱落しきれずに、ちょっと距離を持ってどういう風に描いていくにゃっていうのをなんか見てるうちに、またしっかりと、もうハートを、まあ、掴まれるようになったんですけども。で、まあ、3ヶ月の間に、まあ、五感を一つずつ失っていくんですけど、順番としては、まずは、味、
味覚を失い、そして次にその匂い、嗅覚を失い、そして次に触覚を失い、そして次に、視覚を失い、そして最後に、聴覚、聞こえるのを失った時に、外界との本当に接点が全てもうなくなるという形になりました。そしてそれを全て失う日が3月31日っていうのが分かった時に、またこの今回のこのドラマの舞台が長崎です。で、一番もう第一話の頭のところでも、大浦天主堂と言いまして、まあ本当に長崎で、まあ最も有名っていうぐらい、その素晴らしい、まあ教会から、この案内人の日下さんが出てくるところがあって、あ、大浦天主堂やと思って、私はまだ一度も行ったことがないので、ぜひ、長崎に行った時にはもう行かせていただきたいと思ってるんですけども、大浦天主堂から始まる、じゃもしかしたらこの長崎を舞台、で、キリスト教的な、なんかこう世界観が、このドラマに反映しているのかなと、その最初始まりのところを見たんですけども、その全てを失うのが3月31日で分かった段階で、あ、おそらく、その、ここで全てを、まあ五感を失っていくんですけども、五感を失っていく中で、この奇跡を通じて、何かもしかしたら、まあ希望的な観測で、復活のようなものがあるのかなっていう気がしました。というのも、3月31日は、キリスト教の中で、まあ、一年の中で、最も大切な、最も重要な、まあ、聖日であります、イースター、復活祭が3月31日です。イエス様がゴルゴダの丘で、まあ、人類の、その、背負った、その罪を、ご自身がもう償われる、贖罪される、人類の罪の身代わりに自分の命を投げてその贖罪される、そういう形で十字架にかかって亡くなられた3日後にイエス様は復活、蘇られてます。その復活をお祝いする、また感謝するのが、まあ、イースター復活祭。そこで全てを失うっていうこの設定も、長崎を舞台、大浦天主堂が出てきた。そして全てを失う日が復活祭。表向きには出て、最後まで見たんですけど、表だってそのキリスト教的なものを出してこなかったんですけど、ずっとこの後ろには、キリスト教的な、まあ、愛と、そしてまたキリスト教の、まあ、一つの大きな、まあ、テーマでもあります。その、自己犠牲っていうものが、すごく横たわって、ずっとこのドラマが進んでいるのを、まあ、最後まで見させていただいて感じました。で、まあ、その美しい街並みの中で、歴史の中では、まあ、すごく一番有名なのは、その日本26聖人の、まあ、殉教の地でもありますし、キリスト教の信仰を持ったたくさんの方たちが、この地で、その、殉教されます。命を落とされてます。その歴史の上に、まあ、ある意味成り立っている街並みでもあると思うんですけども、ここを舞台にされているということで、で、まあ、その描き方も今回のこの脚本を手掛けられてます宇山圭介さんが、そこを前面にはキリスト色をほとんど出さないようにしながら、でもこの物語として底辺に横たわっているのはキリスト教の精神みたいなものを私はずっと感じました。で、まあ、その案内人の、まあ、条件を、アメちゃんは、まあ、受け入れることによって、太陽君の命を助けることができるんやけども、またこの一つ一つ、その自分の五感を、その、まあ、失っていく過程、そのあたりも、なんか見てると、本当に例えば、アメちゃんが、そのパティシエを目指して、途中で、まあ、夢半ばで諦めちゃうんですけど、その味覚をなくした時に、こんなことやったら、あの時自分がそのパティシエを目指して一生懸命頑張ってきたんやけど、もっと頑張ったらよかった。もっとあの時なんで頑張れへんかったんやろか。そのスマホを見たり、なんか見てる、あの時間をもっと自分はその夢のためになんで努力せへんかったんやろか。あのあたりのなんか言葉に同じように私ももう思いました。
なんでもっとあの時もっと頑張れへんかったんかなっていうのは正直私のなんか中でもありますし、そしてまたこの何かが終わった時に、そのアメちゃんはその味覚を失った時に、これでパティシエの道の夢ももうなくなって、こんなことやったらあの時辛かったけど、なんでもっと努力せえへんかったんやろっていう、あの思いっていうのは、私たち絶対にこれからも思うことやし、どういう時に思うかというと、私たちは一応このほっこりカフェもシニアチャンネルですので、まあ、10年後か20年後か、まあそのあたりには順番にあのように帰っていきます。80歳90歳の人生100歳の人生を終えて帰っていきます。その時にどれだけ素晴らしいなんか人生を送られても、なんかその時が来たら、あ、もっとあの時あんな風にしといてよかったな。もっとあの時あんな風に誰かに優しくしておいたらよかったな。そういう後悔っていうのが全くない人生っていうのはおそらくないのではないかなと思いますし、あの時アメちゃんが味覚を失った時に、あの言葉、あの後悔、なんでもっとこんなこうやったあの時に、もっとこうしておいたらよかったのに、もっと努力したらよかったのに、なんでできへんかったのかなっていう言葉も、すごくなんか私の、まあ、心にも刺さりました。まあですので、このまあドラマの展開とともに、その味覚、嗅覚、そして触覚、そして視覚、そして聴覚と、なんかこう、なくしていく、そこを見ながら、なんか私たち見られる方の感じるところもあると思うので、もうそのあたりはもう皆さん、なんかこう、自分のこととして考えたら、なんかこう、あ、この時にもしそういうふうに自分が何かの感覚をなくすとしたら、どんな感じになるやろうなっていうことも、なんか思いながら、見ていただいたら、なんか皆さんにとってもなんか大きな意味のあるドラマになるかなと思います。で、また私、このほっこりカフェチャンネルの他に、そのずっと音楽、楽曲をアップしてる、その堀内敬三音楽事務所っていうチャンネルをもう一つ、少し前に作って、そちらの方に楽曲なんかはこまめにこれからアップしていこうと思ってるんですけども、もう一つ、まあ今日はこのドラマを通じてお話ししたいようなこと、どちらかというと、まあこの人生観、それもこの世だけの人生観ではなくて、この世が終わった、この世の死を迎えた後にも、またあの世の人生があるという意味での、この世とあの世をなんかこう貫いた、まあある意味霊的な人生観みたいなものも、お話ししていく内容のもんですけども、もうそれもこのほっこりカフェでお話しすると話がややこしくなってしまうので、そういうなんか私のなんかまあ仏教的な話やキリスト教的な話も含めて、そんなお話をさせていただくチャンネルをもう一つ、ほっこり講話、なんかお話をさせていただくという意味での、ほっこり講話というチャンネルを作らせていただきまして、そちらの方に昨日、妙心寺の大王院というすごく素敵な、まあ、塔頭でさせていただいた、鐘楼拍子のコンサートの、動画を昨日アップしました。ほっこりカフェでももう数年前にアップしたんですけど、もうかなり昔の動画になっちゃって、その検索しづらくなったので、改めて、ほっこり講話のとこで、鐘楼拍子の約40分の動画をアップしました。またこの動画のコメント欄にそのアドレスも書いておきますので、よろしかったらそういうなんかこう仏教的な話、キリスト教的な話、ある種このまあ霊的な話も含めたなんかこう人生観みたいなことをそちらでお話ししていこうと思いますので、なんかそういうことに興味のある方は、そのほっこり講話の方でもまたチャンネル登録していただいて、またこれからまめに動画をアップしていきたいと思いますので、また見ていただけたらと思うんですけど、その鐘楼拍子コンサートでも何が言いたいかと思うと、まあ、そのお釈迦様が説かれた四苦八苦のうちの四苦、鐘楼拍子を、まあ、40分にわたって生まれるところからこの世を去るところまでを、まあ、なんかイメージしていただくんですけど、もし今日人生が終わる、もう少しあると思ってた人生が、いや、もう今日で終わりです。と神様から告げられ、仏様から告げられて、今日で人生が終わるとしたら、その時に心の中に浮かんでくること、あ、もう何のその、後悔もない、やり残したこともない、まあ、素晴らしい人生でしたと思えたら、これにこす、まあなんか幸せはないと思うんですけども、まあきっと私もその時に、あんなことしててよかったな、あの方になんかごめんなさい言えたらよかったな、あの方に本当にありがとうございましたと感謝も伝えたらよかったなという、何かしかの
の後悔みたいなものがその時にあると思うんですけど、それを皆さんにお寺での精霊拍子コンサートを、なんかその時間で、なんかこう、まあ、疑似的にそういう気持ちになっていただいて、そしてその今浮かんだ気持ちみたいなものを、まあ、これからまた、命がある間に、なんかいつかしよう、いつか会いに行こう、いつか誰かになんか手紙を書こう、そんな気持ちをぜひなんか実行に移していただけたらと思いますっていうようなことを、まあ伝えたいのが、まあ精霊拍子コンサートの、まあ大きな、まあテーマですので、今日お話しさせていただいているなんかテーマとちょっと、リンクしているところがありますので、よろしかったらまたこのほっこりコーアでの精霊拍子コンサートも、もしまだ今まで見ておられない方がおられたら、あ、こういうお寺でもこういうことを堀内さんがしてはるにゃっていうことをまた見ていただけたらありがたいなと思っております。で、まあそのアメちゃんがその案内人の条件を受け入れて、まあ五感をなくしていくその過程において見ている私たちもいろんなことを感じますので、それはまあぜひ FOD で見ていただきたいなと思いますし、このドラマ全11話をなんか私なりになんかすごくこれがそこまでいいドラマやなと思ったそのまあ、ポイントとしては、なんか大きく分けたらやっぱり3つありまして、その、このドラマで描いてる、やっぱりこのキリスト教的精神の大きなテーマである、自己犠牲っていうものを本当に美しく私は描いてるなと思いました。アメちゃんはこの五感を、その、旦那さんでもない、その太陽くんを助けるために、もう全部差し出すって言います。どうでしょう？皆さんでしたら、それができるでしょうか？五感だけではなくて、その五感のうちの一つでも差し出しなさいって言われても、それでも普通はそんなことは、ちょっとやそっとではできへんなと思うんですけども、またそういうことがもしできるとしたら、やっぱりこの愛する家族であったり、また愛するこの自分の子供であったりしたら、やっぱり自分の命より大切な命っていうものを、本当にやっぱりそれは実感できるのは自分の子供であったりするので、まあそういう時はもしかしたらそういうなんか決断もできるかもしれないんですけど、まだ旦那さんでもない太陽君のために、この彼女は、五感を差し出すっていう結論をあの場で即座にします。ちょっとや外でできることはないと思うんですけど、このやっぱり自己犠牲の精神を見せていただいて、できることではないんですけど、まあでもこの神様がずっとこの見て、私たちを見てくださっている中で、まあここまでの自己犠牲を求められるということはないと思うんですけども、自分にプラスになることや、自分が褒められたり、自分に利益のあることは、私たちはもう本当に大歓迎ですけども、自分から何かを差し出さなきゃならないってなった時に、誰でもそれがどんなことであっても一旦心の中で躊躇があって痛みが伴うんやけども、いや、それでも誰かのお役に立てつならということで、まあ、差し出す気持ちになった時に、まあ、その後にはまた自分の心の中でも、なんか清々しい思いが、また生まれてくるかなと思うんですけども、このドラマのやっぱり3つ、私がやっぱりこのすごく、なんか、素晴らしいドラマやと思ったあのテーマの一つが、やっぱり自己犠牲が描かれているところが、私はまずはすごく素晴らしいなと思いました。そして二つ目は、人生観。その人生観も、ちょっと先ほど言いましたように、この世で終わりじゃなくて、死の後、この世が終わった後も、あの世も含めた、こういうなんか命があるという、霊的な人生観を描いているところが、私本当に素晴らしいと思いました。で、この案内人の斉藤匠さんが演じる、この日下さん、松本若菜さんが演じる千秋さん。まあ、この二人の存在も、最初一話を見たとき、どういう設定やねんと思って、この人たちになんでそんな権限があるねんと思ったんですけど、この人たちに権限があるのではなくて、この二人は、天っていう呼び方をされるんですけども、まあそれがまあ神様でもありますし、またまああの長崎、キリスト教のなんかこう世界観を描いているので、イエス様、もしかしたらイエス様が天に増します我らが主よって呼んでおられる、さらに大きなその天に増します主の存在を、ここでは天と呼んでおられるかもしれないんですけど、決してあの二人がそんな権限があることも全くなくて、もっともっと大きな存在のなんかこう橋渡しをまあされてるだけやっていうのがまあすごくわかるんですけど、この二人が
もう当然のことながら、もう霊人です。亡くなっておられます。霊です。なんですけども、この二人も、それぞれの、なんか人生的な、ものすごく辛いところを背負って、あの世へ行かれてるんですけど、この人たちの人生が、この死っていうもので終わってるとしたら、二人ともものすごく悲劇的なだけの人生なんですけども、この二人がまたこのアメちゃんの純粋なこの無償の愛、自己犠牲の精神を目の当たりにすることによって、自分たちの人生にも照射させて、自分たちの人生を振り返って、9話あたりやったと思うんですけども、この千秋ちゃん、そして草加さんのストーリー、この千秋さんと草加さんのなんかこう人生にこのまあちょっとこのクローズアップされるあたりは、まあ本当にちょっと最近ないぐらい、私ももうあのもう恥ずかしげもなくもう号泣しました。千秋さんがどういう形でこの主人公に関わっておられたっていうことも、あえて私この動画では言わないようにしますので、千秋さんがなぜこの二人にここまで肩入れされて、途中からものすごく協力しようとされてるかあたりも、ぜひこの見ていただきたいと思いますし、また草加さんに至っては、あの描き方、一枚の絵との出会いで自分の人生が無駄じゃなかった。この一枚の絵と出会うために自分のその人生の後半が20年ぐらいそういう辛い時があったんですけど、それが全部このためやったというのが分かりましたということで、この二人も、この主人公の二人と出会うことで救われていく。ですので、死で人生を終わりと見たら、決してこの二人なんかはもう報われることない悲劇の人生なんですけど、その後もあるから、そこまでなんかスパンで見たら、その人生っていうのは全く何の無駄もないにゃっていうところがわかりますし、また因果応報っていう言葉を聞かれたことがあると思うんですけど、いいことをしたらいいことが返ってくる。でも悪いことしたら、人に悪いことしたら、またそれが回り回って自分にもこの返ってくる。因果応報。もうこれは宇宙を貫いてる一つの法則やと思うんですけど、この因果応報、生きているうちになんか真面目に生きてるのに、なんでこんな良くないことばっかり起ころんやろうっていう形で、もし終わったとしても、それはなんか決してなんか損をした人生のように見えないこともないと思うんですけども、それが霊的人生か、死んだ後にも人生がまだまだ続くと見た、長いスパンで見た時に、人になんか良かれとしてしたこと、その自分を犠牲にしてでも人のためにやったこと、そんなことはもう何一つその見過ごせれることなく、それをまあ天が見ておられると捉えるか、仏様が見ておられると捉えるか、神様が見ておられると捉えるか、まあそれはそれぞれなんですけども、それはもう何も見逃されることなく、必ずそれはちゃんと自分に返ってくるもんやっていうところが描かれてるところが、この人生を生まれたところから死ぬところまでじゃなくて、この草加さんと千秋さんっていう案内人を通じて、その死んだ後の人生も含めて人生やというところを描かれているのが、なかなかあの日本の作品でドラマも映画もこういうことを描いているのがなかなかないなと思うので、そういった意味では私これ本当になんか画期的なドラマかなと思いました。結構なんかこのドラマについては最初のところで私もなんでこんなしんどいもん見せられなあかんなっていうふうに、まあきっとたくさんの方が思われて、そういった意味では辛口のなんかこうコメント批評されてる方も多いっていうようなこともなんかこう目にしたことがあるんですけど、まあその入り口でそうやったとしても、じっくりとこのドラマと向き合った時に、あ、それだけじゃないものがこのドラマにずーっと流れてることに気づきましたので、なんかそういう批評がまだ大きくなってるとしたら、それを押し戻すためにも、なんかこの私はこの動画で、まあ、熱弁を振るってでも、このドラマがどれだけ素晴らしい、また日本にとってその霊的なところも、それもなんか本当になんか嫌味じゃなくておかしい感じじゃなくて、すごい自然な形でこの世の延長のように描いてるのが本当に素晴らしいドラマだと思った、まあ、理由の二つ目です。そしてまた三点目は今の二つ目とも似てるんですけど、ここではその、まあ、案内人が、あ、これは天が許可しません。
天がどうのこうのっていう言い方をされるんですけど、天からまた新たな指示が出ましたっていうふうに、まあこの天っていう存在を語っておられるんですけども、この天、私たちをいつも何一つこの見逃すことなく見ておられる存在があるんや。その神様の視点、その仏様の視点、天に増します我らが主よって呼ばせていただいている主の視点みたいなものは、ずーっとこのドラマに、この主人公に、そしてまた案内人も注がれてる、なんかそんな気がしたので、まあ、このあたりは直接は描かれてないので、まあ、私がまあ過剰になんか感じているところかもしれないんですけど、私がそれをすごく感じたので、ああずっとこの目に見えない私たちの一人一人のなんか人生を、その大きな視点で、その短いスパンで見たら辛いことを与えてるかに見えても、それを乗り越えることによって、この一人の人がどういうふうに一人の人間として成長していくかということをずっと見ておられる存在があるんやなっていうのを感じたので、まあ、おそらくそこまで考えられる方も少ないなと思うんですけども、そういった意味ではこの君が心をくれたからは、私の中ではまあすごく宗教的な、なんか本当にドラマかなと思いましたし、まあ直接宇山さんそこは語っておられないかもしれないんですけど、長崎を舞台にされて、そしてまた大浦天主堂から始まるこのあたりも、やっぱりテーマとして流れてると思っても、そんなに間違いではないのではないかなと思います。で、浅野太陽くんのお母様のお墓とか、最後のあたりの礼拝堂の中の感じを見て、この浅野家がクリスチャンやったということもわかりますし、だから、この浅野家はクリスチャン、だから浅野太陽くんが交通事故にあって、もう今瀕死の重症になった時に、ある意味お迎えに来られた日下さんが、おそらくね、大浦天主堂から出てこられて、間もなくもう亡くなられる子がいるからということでお迎えに行かれると思うので、このあたりも、キリスト教の中でのそういう使わされた人、で、それはなぜかっていうと、浅野家がクリスチャンやからやと思います。で、これがまたこの仏教的な信仰を持っておられる、なんかこう家族の中が、こういう中でこういう事故に遭われたりしたら、まあおそらくお坊さん的な方がお寺から出てきてお救いくださると思いますので、このあたりも実は私、精霊病死コンサートなどでもお話しすることがあるんですけども、その生きてる間に信仰を持つこと、それがキリスト教であっても、仏教であっても、その他の宗教であっても、それを持つことの大切さっていうのは、亡くなった時に、そのお迎えに来る人が、やっぱり信仰を持ってなかったら私、おられないと思うので、まあ、そのあたり、今、かなりそのあたりが、なんかそんなことなくてもいいやんって、なんか、樹木葬、木の、なんか根っこのところに埋めたらええやん。まあ、またこの、巻いたらいいやん。そんな風になっちゃってるんですけども、いや、そういうことでもないなと私は思うので、まあ、そのあたりを今日また、語り出すと、またちょっとまた、このドラマが素晴らしいっていう本題からずれていくので、まあ、そのあたりのお話は、これから一つ一つ、ほっこり講話のチャンネルでさせていただきたいと思いますので、ちょっとそういうお話、シニア層の皆さんに、なんかそういうお話に興味のある方は、ぜひ、ほっこり講話の方も、またこれからそんなお話をさせていただきたいと思いますので、またぜひ見ていただいて、チャンネル登録もしていただけたらなと思っております。今日はもう第1話を見た時にもう早くも脱落しかけたんですが、なんかめいちゃん山田由紀さんのやっぱり圧倒的な素晴らしさで踏みとどまったら、あ、本当に今こう最終話、昨夜の最終話を見終えて、踏みとどまってよかったなと、あの時にこんな毎週こんなしんどいもん見せられんの、もうこれ私我慢できへんわと思って、あのまま、このドラマと離れてたら、こっから先になんかもうこのドラマを全話、これ FOD とかに入らへんことには全話見ることができへんので、おそらく一生見ることがなかったと思いますので、あそこで踏みとどまって、この全話までしっかりとこのドラマに向き合わせていただいて、まあ本当に良かったなと思いましたので、ぜひ、まあ今日のお話を聞いていただいて、まだ見ておられない方、FOD に入らないと全話見れないんですけど、入られても、決して、これはもう
損はしないと思いますので、おすすめさせていただきたいと思います。なんかもう思いのままに、昨夜のまたお話している間に、なんか蘇ってくるものを、なんかお話させていただいたんですけど、最後にもうガーッと話して、話し終えた後に、あれ言い忘れた、これ言い忘れたというのがあるので、最後にちょっとだけ言い忘れたことがないかチェックさせていただきますと、まずは本当にもう繰り返しになりますが、宇山健介さんのこの脚本が本当に素晴らしいと思いました。で、今この一巻、君が心くれたからのノベライズが出てて、一巻を読み上げたんですけども、もう一巻、二巻があるので、二巻も読ませていただいて、もう一度このノベライズの素晴らしさも、さらにお伝えさせていただきたいなと思っております。そしてもう一つ素晴らしかったのは、音楽です。このまあサントラも出てて、私もずっと聞いてるんですけど、松谷卓さんのこのサントラが素晴らしくて、メイントテーマ曲もすごくいいんですけど、私は優しい恋っていう曲が、もうドラマの大切なところで、もう何度もこの曲も流れるんですけど、もうこの曲が素晴らしくて、今回このまあ劇版、松谷さんの劇版が素晴らしかったです。で、毎回最後のエンディングのところにかぶさって流れてくる、宇多田ヒカルさんの何色でもない花、まあ本当にこの切ない世界観をやっぱりこの曲にされると歌われるとやっぱりまあ宇多田ヒカルさんの右に出る方ではないかなと思うぐらい、もう泣いて泣いて泣いて最後にまた宇多田ヒカルさんの曲が流れてもう一回泣かされるような場面が何回もありましたので、そのまあ劇版サウンドトラックの松谷さんと、そしてまたエンディングテーマの宇多田ヒカルさん、どちらの世界観もすごくなんかこうリンクしてるような感じがして、この音楽も本当に素晴らしかったです。で、まあ主人公二人、その長野芽さんと山田裕貴さんの素晴らしさは何度も今お伝えさせていただきましたし、斉藤匠さんと、案内人の斉藤匠さんと松本若菜さんの演技も本当にまあ霊人を演じておられるので本当に難しい役柄やったと思うんですけど、このお二人が本当に素晴らしくこの案内人の役目を演じきられましたし、斉藤匠さん、そしてまたこの松本若菜さんがまあ本当に素晴らしい女優さんになってこられたなというのはすごく感じました。松本若菜さんが演じられます千秋ちゃんが、まあなぜ、ここまでこの二人のためにというのはね、ぜひまたこのドラマを、見ていって、またね、まあ、驚きとともに感動していただきたいなと思います。そしてまたこのメイちゃんはおばあちゃんに、お母さんはこう虐待しておられたので、施設のようなところに、まあ、おそらく自ら入られたと思うんですけども、そのおばあちゃん役のヨウキミコさんもまあぴったりですし、もう他にこの方以上にこの役が合う方はないかなと思うぐらいぴったりでしたし、またお母さん役の、マトビセイさんっていうんですが、もう素晴らしかったです。本当に素晴らしかったです。おばあちゃん役、お母さん役も、まあ素晴らしかったですし、そして、本当にいい人、この二人、本当はアメちゃんのことが好きやのに、もうずーっと二人をサポート、最後までされた、司くんの役をされた役者さんの名前が今ちょっと私、失念していてね、思い出せないんですけど、この司くんの役も良かったですし、そしてまた太陽くんの、お父さんの、遠藤憲一さんも本当にやっぱり改めて、素晴らしい演技を今回見せてくださってましたので、まあ、今回主役のお二人だけではなくて周りを固めておられる役者陣もまあ本当に素晴らしかったです。これはまたどうなんでしょうね。ああいう形で昨夜最終話を迎えたので、また少しこうちょっとアレンジして映画版みたいなものをなんかまたぜひ見させていただきたいなと、思いました。まあでも五感をまあ順番に失っていくんですけど、そのシーンをまた皆さん見られて、まあこの中でアメちゃんが感じるように、もしこの味覚を今日で失うとしたら、最後に食べたいものって何やろうなぁと思ったり、なんかやっぱりそれは家族でなんか食卓を囲みたいなと思いましたし、香り、まあ、匂いというのは唯一脳の海馬に直結してて、匂いというものは五感の中で一番その記憶を呼び起こすものやっていうなんかセリフもあったんですけども、最後に、まあ、嗅覚が今終わるとしたら、最後になんか嗅ぎたい香りっていうのはどんな香りなのか、花の香りなのか、何の香りなのか、
っていうのも思いますし、そしてまたこの触覚、もう触られてわからへんっていうのも、ちょっとなかなかその他の4つのあのなんかこう感覚よりまたさらに難しい、なんか想像しづらいんですけど、触られたものが最初、もうこれで最後に触られたということがわからないとしたら、何に触れたいか、そして誰と手をつなぎたいと思うか、そして視覚鏡で目がもし見えなくなるとしたら、最後に見たい景色、最後に見たい光景、最後に会いたい人は誰なのか、誰の顔を最後に見て、その残像をなんか自分の心の中に残したいのか。そして、アメちゃんは最後になくすのは、聴覚、耳です。今日でこの何も聞こえなくなるとしたら、最後に聞きたいものは何なのか、子供の笑い声なのか、なんかこう街並みの喧騒の音なのか、風のサラサラと吹き抜けていく音なのか、そんなこともまた皆さんなんか思いながら見ていただきたいと思います。で、最後に私はこのドラマの中でたくさん素晴らしいセリフがあって、おそらくそのあたりはノベライズにも載ってると思いますので、そのあたりまたノベライズを読ませていただいて手に置くことで、そのあたりもこれからも時々こう見返させていただきたいと思うんですけど、案内人の千秋さんが言ったセリフの中ですごく心に残ってる、なんか素晴らしいセリフがあって、人っていうのはみんな心にキャンドル、ろうそくがあって、そのろうそくに希望の明かりを灯してる。みんながこの心にろうそくがあって、そこに希望の明かりを灯してる。その希望の明かりが消えないように注意しながら、その明かりを誰かとまた分け合いながら生きていくのが人生ですっていうふうに、千秋さんが確かあの時はアメちゃんに話したと思うんですけども、素晴らしいセリフがあったので、このドラマを通じて、その出演者、その中で言葉を通して素晴らしいなんか人生の中で、あ、ずっとなんか自分の言葉にさせていただきたいなって言葉がたくさんあるので、まあ、このあたりもまたノベライズの2を読み終えた後に、まあ、そのあたりもまた皆さんノベライズをおすすめする、その角度からもお話しさせていただきたいなと思っております。今日は昨夜、放送が終わりました。この1月期の、月9、フジテレビの月9のドラマとして、放送されてました。君が心をくれたもの、冒頭に言いましたように、今まで私が見てきた全てのドラマの中で、今私の中では最高傑作と今回出会えると思いますので、まあ今日のこの動画を見ていただいて、堀さんがそこまで言うなら、まあ今 FOD に入れないと見れないんですけども、決して、損じゃないと思いますので、ぜひまた FOD で全話を、時間を作っていただいて、まあ1日8時間超えてくるかなと思いますので、まあ2日ぐらい時間を取っていただいて、一気に見ていただきましたら、きっとなんか私がここまで、強く強くおすすめする。なんかそれが分かっていただけると思いますし、またこのほこりカフェチャンネル、シニアチャンネルでもあります。この私たちシニア層が人生の後半戦を生きていく上での大きな大きなヒントが、なんかこのドラマの中にあると思いましたので、ちょっと長く動画になりましたけども、熱く、おすすめさせていただきました。最後までご視聴くださいまして、本当にありがとうございました。本当に素晴らしいドラマ、感動いたしました。よかった君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、少しだけ優しくなれた、生まれてきてよかった、ほんの少し優しくなれた、特別じゃない日々、特別じゃない二人、特別じゃないこ
けどかけがえのない日々、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、本当の友に出会えた、生まれてきてよかった、心が通う友ができた、生まれてきてよかった、愛する人と巡り会えた、生まれてきてよかった、愛する人と愛し会えた、特別じゃない命、特別じゃない僕、別じゃない君、だけどかけがえのない命、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから、生まれてきてよかった、君と出会えたから。